私さ、ちょっと夢があるんだよね。おたさんの姫になりたいんだわ。おたさんの姫に。ちょっとみんな、おたさんの姫にさせてくんない <laughs> いや、配信者は別におたさんの姫じゃないだろ。だって配信者なんていっぱいいるじゃん。囲われてる配信者なんてさ、いっぱいいるじゃん。いや姫になりたい。 姫には,はじめましてえっとあのサークル参加させていただきましたえー、クソノキ姫ですよろしくお願いします18歳ですよろしくお願いしますあっんかみんなゲームの話とかよくしてるって聞いてあの私ゲームあんまり得意じゃないんですけどあのー ちょっと、興味があって、弟がいるんですよね、私で、ね。弟がよくゲームしてるんで、あのー、私も弟と一緒にゲームできたらなって思って、よろしくお願いします。あ、ゲーム教える。え、ゲーム得意なんですかえ、どういうゲームが好きなのえ、知りたい、知りたい、姫ね。そういう、そういう男の子が、あの、 好きなものを語ってるのを聞くのすごい好きなんだよね。なんか、こう、一つの物事に熱心になれる人って本当に素敵だよね。ねえ、姫は、姫はそう、もう今度一緒に、え、エーベックス、エーベックス聞いたことあるジューズゲームだよね。でも、姫、ジューとか、そういう過激なものは、ちょっと怖くてできないかもしれない。 もうダメなんで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 いや、私これ、乾燥できるよ、今日の配信。乾燥でき、これ、これで1時間、1時間配信撮りたいんだけど。<laughs> え、ダメ <laughs> え、なんで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 ,なんでそういう配信者好き,好きでしょ男はみんなこういう、こういう女好きでしょ んでえっ別はくれ何で,何で <laughs> えっ <laughs> 好,好きでしょ好き,好きでしょえ私あざたい女大好きだよもう気軽にボディタッチしてほしいね <laughs> <laughs> もうもうすぐもうもう開口一番ボディタッチしてほしいねうんそれただの性欲ではじゃあさ 聞くけどさ、好きという感情、恋愛という好き、恋愛の好きという感情と、性欲。この、あの、どちらかとすぐに答えれるこの女いいなと思っていて、性欲か、本当にもう、純粋真っ白な好きという感情か、どちらかすぐに、答えられますかあなたは。 抜いた後もその女のことを好きと言えますかでしょそうでしょえ、なん、じゃさ、性欲で物、ね、事考えてもいいと思うんだけど、あ、ちは。だって、それが人間じゃんそれで繁殖してきたのにさ、今さらさ、性欲が汚いものだっつってさ、僕のさ、この感情は恋愛感情だって言ってるやつ、 お、お、かしくない性欲で人が増えたんだからいいじゃん、別に。うん。そうだよ。まあ、私は人間滅亡してほしいから、まあ、いいんだけど、繁殖しなくても。うん。うん。まあ、私は、早く滅亡してほしいと思ってるから。 別にいいんだけど。